コンスタンツァはルーマニアの都市でコンスタンツァ県の県都である。人口は約31万人。紀元前7世紀にキリシア人によって建てられた植民主であるトミスがコンスタンツァの起源となった。古代ローマ帝国の時代にオクタビアヌスの怒りを買った詩人のオビディウスがこの地に追放された。4世紀コンスタンティヌス一世が 妹の名にちなんでコンスタンツァと解消し、大規模な町の改築を推進した。1413年、オスマン帝国の支配下に入ると、町は衰退へと向かった。1878年、ロト戦争をめぐり国際関係が紛糾することを懸念したドイツのオット・フォンビス・マルクによって開催されたベルリン会議において、ドブロジャ地方北部がルーマニアに帰属することが認められた。 その後は、ルーマニアの統治下で、港湾都市として、繁栄を取り戻していった。2002年調査によれば、コンスタンツァ市人口は31万471人であった。2006年の調査では、国内第4位の都市とされている。2007年には、国内第5位の人口である。コンスタンツァと、周辺町村の定住人口は48万7千人であり。 県人口の65%を占めている。また、観光期の最盛期には、観光客や季節労働者の出入りが激しく、1日、平均12万人の人口が動く。ルーマニア東南部、国会沿岸に位置するルーマニア最大の港湾都市、都のブカレストは約200キロにし、ブルガリアとの国境が約50キロ南、ウクライナとの国境が約50キロほど北に位置している。 コンスタンツァと首都ブカレスト間の約2 2 5トルにわたる鉄道は2009年現在欧州連合と日本の国際援助による改良工事が進められており大幅な輸送力の増強が見込まれている。コンスタンツァは港湾の再開発と合わせ貨物の中継基地として位置づけが強化されるものと考えられている。ありがとうございます。